続いては本土復帰50年を迎える沖縄のこれまでとこれからを見つめるシリーズ、ホープ50です。今日はかつて沖縄に置かれていたアメリカのある施設についてお伝えします。1962年国頭村の上空から撮影された一枚の写真。画面真ん中、まっすぐに伸びた一本道の先に星形のように開けた場所があります。少し低い場所から見ると、集落と集落の間に広がる水田地帯に6本の大きな鉄塔が立っているのが分かります。国頭村奥間、かつてこの場所にアメリカのある施設が置かれていました。ボイスオブアメリカ、これはブロードカスティングステーションとかのね、中継局ですね。 VOA、 アメリカの国営放送で中国や旧ソビエト連邦などに向けプロパガンダ、政治宣伝のラジオ放送が行われていました。国頭村や大宜味村など現地採用の従業員も多く、およそ120人の沖縄の人々が働いていました。 VOA の元職員、平盛夫さん。放送の要、コントロールルームで業務に当たっていました。中国語、ソ連語、中国語、北朝鮮、朝鮮語ですから、内容ほとんど分かりませんでした、ね、分からない。何を放送してるのかね。多分、まあ、アメリカの音楽流したり、アメリカの宣伝をしてたんでしょうね、うん、平さんの同僚の与那城武さん。 VOA の放送は共産圏の人々にアメリカの文化や政治を伝える一つの手段だったのではと考えています。自分たちが自由主義であると、だから自分たちの生活の仕方、政治の方がいいんだと、優れているんだと思っているんだと思います、いたと思いますね。考えをね、変えてもらいたいというような意図があったんじゃないかと思いますね。大陸に放送を届けるため、その出力はおよそ1000キロワットもありました。現在地方の放送局の出力は10キロワット。 VOA はおよそ100倍もの出力で電波を発していたのです。出力の大きさを物語る証言と映像が残されています。初めはですね、こういうスイカ作りますね、農作物で、なんていうの、あれは有線鉄線、有刺鉄線ですか。あれをね、囲いとして夜盗難予防でやっているときに、あるとそこを触ってみたらしいんですよね。でそれを焼けたということから始まったらしいですね。盗難予防のために設置された鉄線は VOA から発せられたエネルギーで熱を帯び火傷してしまったと推測されます。鉄線に蛍光灯を近づけてみると、蛍光灯が光り出すほどの強力な電波で、ラジオがなくても VOA の放送が聞こえるほどでした。日本の法律では外国の法人が電波を発することは禁じられているため、沖縄の本土復帰に伴い政府は VOA の撤去を望みました。しかしアメリカは存続を希望。最終的に復帰後5年間の運営を続けることで表向きは決着しました。しかしその裏で一つの密約が交わされていました。機密事項として日本政府は1600万ドルを増額し、 VOA の移転費用をアメリカに保証することに同意した。当時の価値にしておよそ57億円の移転費を日本が肩代わりすると秘密裏に約束していたのです。その一方で職を失う従業員に対する保証は
十分ではありませんでした。40歳ぐらいで高校や大学に行っている子を抱えている方にとってはもう死活問題ですから、本当に我々もああみんな年をいってるわけです。ああ、はい、それでいい仕事に使うにも使われません。ああ、はい、それであとはこういったやんばるの偏僻なところで職業もありませんし、どうなるものかとみんな案じているわけなんでございます。簡単にはなくならんよ。復帰したのは5年だと、まだずっとそのまま残るよと言ってる。僕はそれを信じてたわけよ。皆さんの職場安定だから一生ここで働けるから心配するないということだったけど、失業金も何も入ってないんですよ。退職金もないまま職を失う可能性があった従業員たちは日本人の会を結成し、県や政府に陳情を重ねました。その結果、退職金に加え再就職のための職業訓練などを受けることができたといいます。事務局長として待遇の改善を訴えた平さん。これからの日本はアメリカと対等に交渉し、国民に真実を語ってほしいと話します。何の保証もない、そのままほったらかされるのかという思いでね、戦いました。日本ももう少し強くなってもらいたいなと思うよね。アメリカにちゃんと物を言えるようにね、ならんといかんじゃないのかなと思うよね。財政面で優遇されたアメリカに対し、声を上げるまでないがしろにされていた従業員たち。およそ半世紀経った今、アメリカと日本の狭間で置き去りにされる沖縄の姿は変わっていないのかもしれません。日本政府がお金を、ね、肩代わりしたというような話もありましたけれども、現在と重なるような部分も、ね、うん、感じられますよね。そうですね、つながっている部分もあると感じました。退職時の待遇改善については沖縄選出の国会議員が力を注いだほか、県民の再就職のために尽力し、国頭村に骨を埋めたアメリカ人職員もいたということです。シリーズホープ50でした。